ズコンフリクトパッションピンク。What's up, guys? It's Kayla, and welcome back to my channel for some more Brothers Conflict. This episode, we're gonna have a lot of little dates with Kanani-san, as well as our vacation scenes with him, so I hope you guys are gonna enjoy this. Let's just get right into it. So I read somewhere not to let Kaname's family love get over 40%, so I'm going to be doing mostly individual things with him. ショクゴの家族団らん中、それぞれモイモイにくつろぎながらゆったりと会話を楽しむ私の好きな時間。そういえばさ、京に今年ってどうなってんの？ちゃんと主語をつけて喋りなさい、椿。はいはい。島のことだよね。さすがアズサ、よくわかってんね。やっぱ俺らって一心同体。椿の考えてることなら大体わかるよ。ちょうど私もその話をしようと思っていました。島？何のことだろう。みんな一斉に絡んだを眺め出したけど。あなたは初めてでしたね。私たちは毎年夏休みになると母所有の別荘へ行くのが恒例になっているんです。ええ、離島にあるんです。ここからは少し遠いのですが、その分静かでいいところですよ。ああ、それでさっきアズさんが島って言ってたんですね。そうなの。その島には海もあってね、とっても綺麗なんだよ。 This is the cutest little outfit on water. I don't remember seeing it before. 島なんだから海があるのは当たり前だろ、渡る。その島の一部をプライベートビーチとして母さんが所有しているんだ。きっと君も気に入ると思うよ。別荘、プライベートビーチ、なんだかすごい話ですね。というわけで旅行の日程をみんなで調整しようと思います。あなたのご都合はいかがですか？私も行っていいんですか？何を言っているんですか。当然でしょう。そうだよ、お姉ちゃんがいないとつまんないよ。じいちゃんも一緒ね。ありがとうございます。うわー、どうしよう、嬉しい。それで妹ちゃんの夏休みの予定は？そうですね、私は夏休みの一瞬目は学校で高校があるので、それ以降だったらいつでも大丈夫です。妹ちゃんが高校？足場大学別のセミナーみたいな感じで、希望すれば誰でも受けられるんです。へえ、頑張るんだね。感心だな。ゆうちゃんの強制補習とは大違いだね。うるせえな。俺とあずさは夏休みはイベントだなんだってスケジュールがかなり埋まっちゃってるんだよね。どうする、あずさ？そうだね、マネージャーに調整してもらおうか。難しいかもしれないけど。そしたらさ。何ですか？比較的融通の利く学生組は社会人の予定に合わせてくれると嬉しいな。あとは俺たちで決めちゃうからさ。カナメ。ん？何、今日に？まさかとは思うが、その社会人というのはカナメも含まれるのか？は？当然でしょう。自信満々にそう言い切ったカナメさんに、その場にいた全員が同時にため息をついた。私は Let's go with this one。 カメさんが社会人だなんて、真っ当な社会人に失礼な気がする。 Do you have a question, Kelly? Yeah, I have a lot of questions. Number one, how dare you? でもフート君はどうするんですか？フートはいつも仕事が忙しくて
年中無休状態だからね。こういった家族行事には都合がついたら参加するって形が定番になっているんだ。そうだったんですか。フト君も揃って家族全員で行けるといいんだけど。それじゃあ社会人の中でも特に忙しい椿とあずさの予定を最優先にしようか。フートは運が良ければ参加ってことで。了解。家族旅行なんて楽しみだな。あ、水着を買いに行かなくちゃ。大きめの旅行用バッグとか帽子も欲しいな。ねえジュリー、一緒に買い物に行こうよ。 C の買い物は長いからな。そのこと言わないでね。お願い、帰りにアイス買ってあげるから一緒に食べよう。仕方ないな。そこまで言うなら付き合ってやろう。じいちゃんはジュリさんと買い物に行くの？え？ルイさん、どうしてそんなこと聞くんですか？ I've been playing Louis throughout in my personal time and it's so good. I love him. 旅行楽しみだね。はい、ルイさんの先の言葉何だったんだろう。If you guys have seen the anime, then you know that he can hear Judy speak. I wonder if they're going to get into that in his route, actually. I'll let you guys know. それに、さっきから私、ルイさんに何て呼ばれてた？まあ、いいか。とりあえず、今は夏休みが待ち遠しいな。今日はカナメさんと一緒にお出かけしたいけど予定は空いているかな。それで妹ちゃんはどこへ行きたいの？私が行きたいのは Okay, we are going to do the zoo this time. 動物園に行きたいです。了解、じゃあ行こうか。妹ちゃんは動物とか好きなの？はい、小さい頃から好きですね。リス君を飼ってるくらいだもんね。カナメさんは動物好きなんですか？俺？どうだと思う？Do we think he likes animals, hates animals, or neither here nor there? I feel like maybe just in between. Yes! どちらでもなさそうな。そう？俺結構動物は好きだよ。まあ嫌いではなさそうとは思ったんですけど。けど？人間の女の子の方が好きなのかなって。かなわないな、妹ちゃんには。I love his laugh. カナメさん笑いすぎです。確かに妹ちゃんの言う通りかも。まあその女の子の中でも。一番好きなのは妹ちゃんなんだけどね。もうまた始まった。はいはい、それじゃ次行きますよ。そんな冷たいとこも好きだよ。まったく、カナメさんは。それじゃあそろそろ帰ろうか。そうですね、今日はありがとうございました。 OK, even though it's people's birthdays coming up, I'm gonna have to skip them because that's just gonna raise the family love.And we cannot have that on Kaname's route. This time we're going to the theme park. 遊園地に行きたいです。了解。じゃあ行こうか。結構歩き回ったけど、歩き疲れたりしてない？大丈夫？私は大丈夫です。カナメさんっていつもさりげなく気を使ってくれるから嬉しいな。あまり無理しなくてもいいんだよ。ちょっと休憩しよっか。そうですね、少し甘えちゃおうかな。うん、じゃあどこで休憩しようか。カナメさんと一緒に休憩する場所か。 Where should we rest at? Definitely the Ferris wheel. I mean, that's the most romantic. Ah, じゃあ、カンナンちゃんの中で休憩とかどうですか？いいね。あの密室空間は超俺好み。He likes that idea. あれ、なんで急に黙っちゃったの？
いえ、なんだか身の危険を感じて、ちょっと感が。大丈夫、大丈夫。身の危険なんてないよ。ちょっと、あれするくらいだから。あれって何ですか？あれはあれだよ。二人きりの密室空間でしかできないこと。まあ、何をするかは観覧車に乗ってからのお楽しみってことで。ちょっと。ほら、行くよ。あれって何なの？それじゃあ、そろそろ帰ろうか。I wish I could have seen what they did. そうですね、今日はありがとうございました。妹ちゃんは、この後何か用事ある？ Oh, this is different. 特にないですけど。じゃあ、一緒に帰ろう。女の子一人じゃ、いろいろ危ないからね。ありがとうございます。Ah, yay, he's gonna walk us home from now on. 今日はたくさんカナメさんとお話できて楽しかったな。うん、今週も頑張れそうな気がする。Oh, we can pick two dates today. Okay. Oh, can I do a sleepover? No, I couldn't. I think I'm gonna do another date, even though I don't think I'll have any more gifts left, because I don't think you have to keep giving them gifts past a certain point. Actually, let me check the like ability. Maybe I should still keep giving them gifts. We have one star. Or heart, sorry. Okay, I'll change this to shopping.ああ、おはよう、妹ちゃん。君がこうして休日にも会いに来てくれるなんて嬉しいな。これ、もらっちゃっていいの？やっぱり妹ちゃんって優しいね。ありがとう。喜んでもらえてよかった。いいね。デートのお誘いは大歓迎。Oh, this changed. それで、妹ちゃんはどこへ行きたいの？私が行きたいのは…ショッピングに行きたいです。了解、じゃあ行こうか。あ、どうしたんですか？そういえば母さんに頼まれ事されてたんだった。頼まれ事ですか？うん、ここのショッピングモールに行く機会があったらこのショップで販売してるマニキュアの新色を買っておいてって言われてたんだよね。なんでもここのショップ限定の新色があるらしくってさ。息子使い荒いよね。そうだったんですか？じゃあ私も選ぶの手伝ってもいいですか？もちろん、母さんも喜ぶと思う。あ、限定色のマニキュアはそこにあるみたい。限定色はダメベースになってるみたいですね。赤と青と黄色か。妹ちゃんは何色が母さんに似合うと思う？そうだな。What would suit Miss Miwa? Red, blue, or yellow? I'm kind of leaning towards blue because she has blue eyes, but she's also cheerful, so yellow could work. I don't really see. Oh, I guess red is passionate, and she is kind of passionate if she has that many kids. I can just restart if I need to. I'm gonna try blue. Hell yeah!青はどうですか？青か。あれ、イメージと違ったかな？それは、母さんっていうより俺が好きな色だよ。え？俺が好きな色を選ぶなんて、妹ちゃん、もしかして。今、初めて知りました。カヌミさんが青を好きだなんて。え？そうなの？密かに俺の好きな色をリサーチしていてくれたとか、そういうことじゃないの？なんで私がわざわざカナミさんの好きな色をリサーチするのですか？え？好きな男の好みの色くらい調べるでしょ？ちょ、一体どこの誰かカナミさんのことを好きなんですか？朝比奈さんちの可愛い娘さんが。捏造しないでください。照れなくてもいいのに。だから違いますって。でもそんな風に言われたら逆に意識しちゃって、なんか急にドキドキしてきちゃった。まあ色を選んでくれた時はともかく、
今すごく俺を意識してくれているみたいだけど。それはカルメさんが変なことを言うからです。それじゃあ買ってくるからちょっと待ってて。 I love how she acts with Kaname. It's so cute. Hi. お待たせ。妹ちゃんのおかげでいい買い物ができたよ。ありがとう。いえ、そんな。ミワさん喜んでくれるといいですね。Oh my gosh, I'm filling it out with Masaomi. No! Whoops! Oh my god, I did it again. I gotta stop this. Oh, he hated this one. Whoops. Okay, I'm gonna stop trying with the movies. They're so expensive too, and for what?He just likes a simple conversation.映画館に行きたいです。了解。じゃあ行こうか。選んだ映画はとても面白くて、時間はあっという間に過ぎちゃったな。映画良かったね。はい、すごく面白かったです。さて、まだ帰るには早い気がするんだけど、どうする？飯でも食いに行く？それともこのまま帰る？この後か考えなかったな。Probably not go home. Go eat. There's something else I want to do. He did suggest eating himself. So maybe I'm gonna go with that. そうですね。ご飯食べに行きましょうか。え、いいの？妹ちゃん夕食の準備とかあるんじゃないの？今日は遅くなるかもしれませんってウッキョさんに伝えてありますので、夕食の準備は心配しなくて大丈夫です。今日は遅くなるかもって。妹ちゃん、それって映画を見た後も俺と一緒にいるつもりだったってこと？え、あ、いえ、かもですよ。かも、もしかしたらで意味で、別にそのShe's so funny. She's so in love with him. でも妹ちゃん、俺の飯食いに行こうって誘いにも乗ってくれたし、それってつまりもう少し俺と二人だけでいたいって意味で受け取ってもいいのかな？それはそうなんですけど、そんなこと恥ずかしくて言えるわけないよ。真っ赤になっちゃって可愛いな妹ちゃん。それじゃあ行こうか。近くにいい店あるの知ってるんだ。わ、カナメさんが手をつないでくれた。なんかすごくドキドキする。それじゃあそろそろ帰ろうか。そうですね、今日はありがとうございました。妹ちゃんはこの後なんか用事ある？特にないですけど。じゃあ一緒に帰ろう。女の子一人じゃいろいろ危ないからね。ありがとうございます。今日はたくさんカナメさんとお話できて楽しかったな。うん、今週も頑張れそうな気がする。 Gosh, when is this vacation? I thought it was much sooner. Oh well, gonna get a nice long episode today. The last place on the list is a park, and then we get to go through the list two more times each, because there's three dates in each location. 公園に行きたいです。了解。じゃあ行こうか。カナメさん、ん？どうしたの？実は今日お弁当を使ってきたんです。 I feel like on the park date, every guy has at least one time where she makes a bento for them. So cute. それは嬉しいな。よかったら召し上がってください。もちろん。妹ちゃんが俺だけのために作ってくれたなんてすごく嬉しいよ。喜んでもらえたみたいでよかった。
ねえねえ、せっかくだし、あーんってしてよ。あーんって、私がカナメさんにですか？うん。できません、そのこと。どうして？どうしてもです。うん。あれ、カナメさん、もしかして機嫌が悪くなっちゃったの？ I feel like saying, what can you do? Because I think that's going to lead us to her being like, oh, okay, what can you do? You can do it. Whereas these other ones are like, sorry, it's not going to happen, pal. Yes. These are actually not that hard, these questions. Ah, 仕方ないですね。妹ちゃん？言い換えだけですからね。え？もしかして食べさせてくれるの？もう入れないならやりませんけど。いるはい、あー This is so cute。 本当はすごく恥ずかしいけど、せっかくだから。おいしい。うーん、やっぱり恥ずかしすぎる。ありがとう。君の手作りってだけで絶対美味しいのに、君が食べさせてくれたおかげでさらに美味しくなったよ。君の愛が2倍こもっているからかな。恥ずかしいのか嬉しいのか、親族がすごくドキドキしてる。それじゃあそろそろ帰ろうか。 I'm gonna start skipping the ends, but I freaking love them together. Oh my gosh.They're so cute. I love their chemistry. Ah, yes, it's finally vacation time. Okay, we're just going to hang out, Kami. Relax, and then it's time to go. Whenever I can. Oh, no, it's still update. Okay, I'm gonna go shopping then because I'm out of gifts.楽しみにしていた家族旅行当日。 The beginning scene of the vacation is the same every time, so I'm going to link the video that I have that in already. Okay, guys, so the first two scenes that we saw were exactly the same as in Masaomi, so I'm just gonna skip over them for the purposes of time. I highly suggest you go watch them in Masaomi's route because they're really funny and cute scenes.But here in the second scene, Watari has gone missing and we're all dividing to search for him. And whatever choice I make here is going to indicate who I'm going to be searching with. So I looked up which is the proper one to be with Kaname, and that is this one. 確か近くに遊歩道がありましたよね。私はそっちの方を探してみます。いや。君はコテージに戻った方がいい。どうしてですか？午後から雨が降り出しそうな予報だったし、君はこの辺りの地理には慣れてないでしょ。でもみんなが協力して探してるのに、私一人だけブイヤって持ってるなんて、そんなことできません。だってワトルちゃんは私の弟ですから。わかったよ。その代わり、君は俺と一緒に来て。遊歩道は俺と一緒に探そう。はい。ワタルちゃん。ワタル！ワタルちゃん、この雨の中、どこへ行っちゃったの？妹ちゃん、大丈夫？はい。さっきから雨が強くなってきたからね。無理しないで。私ので平気です。くしゅこんなに濡れて、そんなにくしゃみして、何が平気なの？平気です。ワトルちゃんの見つけるまでは戻りません。たく、君は意外と強情なんだね。抱きしめられてる？カナメさん？やっぱり、体冷え切っちゃってるよ。
込められた上の強さに、カメソンの体温に、なんだか心臓がドキドキしてくる。と、ドキドキって、カメさんはお兄さんなのに、この気持ちって、あ、she's realizing it。ありがとう。こんなになるまで、必死に渡るを探してくれて。だって、渡るちゃんも私の弟です。うん、そうだね。でもね、俺にとって君も大事な妹なんだ。だから無理させたくない。分かって。そんな。カナメ。この声のウキョさん。思わずカナメさんの腕を振りほどいちゃった。こんなところまで探してくれていたのですね。どうかしたの、今日に。ええ、渡るが見つかったんです。もうみんなコテージに戻ってきていますから、あなたたちも早く中に入って温まってください。この雨で随分冷えたでしょう。そうか。見つかったならよかった。カナメさんは何時もなかったように知ってるけど、私はなんだか恥ずかしくてカナメさんのことを見られないよ。なんだか顔が赤いようですが、まさか雨のせいで熱でも。大丈夫です。それより早くコテージに戻りましょう。そうですか。それでは行きましょう。ワテちゃんの候補かわからなかった時にカナメさんにドキドキするなんて、私はなんて無神経なんだろう。でも本当にごめんなさい。うん、でも怪我もなく無事だったんだからよかったよ。それでどこで何してたの？彼女のペット君とかくれんぼしてたら寝ちゃってたんだって。たく、お前さ、ガキなんだから一人で勝手にうろうろすんなよな。まあまあ椿さん。わたる？僕もう子供じゃないよ。かくれんぼして寝ちゃうようじゃまだまだガキだろ。そんなことないもん。でもみんなが必死になってわたるのことを探していたんですよ。それはわかりますよね。うん、ごめんなさい。みんなに迷惑かけた分、今日の夕食の支度はきっちり手伝ってもらいますからね。はーい。ウキさんのお仕置き厳しそうだな。ワトリちゃん頑張れ。あ、スブリさん、昨日からお借りしていたパーカー濡れてしまったので洗濯してお返ししますね。せっかく貸していただいたのにごめんなさい。いいよそんなの。お前も今日は疲れただろ。休んでていい。あれ、いつになくスブルさんが優しい気がする。でも申し訳ないですから。あ、よかったらスブルさんの濡れた服も一緒にお洗濯しましょうか。ほら脱いでください。な、やめ。お姉ちゃん、服を脱がすのは夜のお楽しみなんでしょ？え？お前、渡るに一体何を吹き込んで？違います。私じゃない。私何も言ってないです。カナメさん。ごめん、だっておかしくて。笑いすぎです。もうカナメさんは。妹ちゃん、今日はもう洗濯なんていいからさ、一緒にゆっくりしよう。今日はいろいろなことがあっただけ、みんなと協力することができてよかったな。明日もいい一日になりますように。今日はいろんなことがあったな。ワトリちゃんがいなくなったと聞いた時はびっくりしたけど、何事もなく本当によかった。
それにしてもなんだか眠れないの。体は疲れているはずなのに目は冴えていく気がする。多分カナメさんのせいだ。カナメさんのことが頭から離れないから。大きな腕に抱きしめられた感触がまだ消えないよ。あーダメだ。いろいろ考えてたら余計に目が冴えてきちゃった。どうしよう。あれ妹ちゃんどうしたのこんな時間に。カナメさん、その私はなんだか眠れなくて。カナメさんこそどうしたんですか。俺はちょっと夜風に当たりに行こうと思ってさ。ああそうだ、せっかくだし妹ちゃんも一緒に行かない。え？ Of course we have to say yes。 あ、はい、もし迷惑じゃないなら。俺から誘ったのに迷惑も何もないよ。それじゃ行こうか。はい。雨が止んでよかったね。はい、夜風も気持ちいいです。そうだね。波の音に乗せて柔らかい風が吹いていた。今夜のカナメさんはなんだか言葉少しなで海を眺める表情がとっても穏やかだった。こんな顔のカナメさんを見たのは初めてのような気がする。あのさ、すかしてるって笑ってくれてもいいんだけど。はい。俺夜の海が好きなんだ。夜の海？うん、真っ暗になると空と海の境目がなくなるでしょ。広い空間に投げ出されてなんだか心もとないような、そんな感じがいいなって。心もとないのがいいんですか？そう、こういう自然の力を感じる場所に立つとね、人間なんて無力で天与の恵みのもとに生かされているだけの存在だってことを痛感するから。些細なことで悩んだりくじけたりすることがとてもさまつなことに思えるんだ。だからたまにこうして夜の海を見るんだよ。心の中を空っぽにできるからね。カナメさんってん？そういうことも考えられるんですね。ん？どういう意味？なんだか意外です。私カナメさんの頭の中は女の人のこと、Oh my gosh, here she goes. 女の人のことばかりなのと思ってました。ひどいな。俺これでも僧侶なんだけど、常に世界平和と心の平静と、それから少しだけ女性のことを考えてるくらいだよ。ほらやっぱり考えてるじゃないですか。言われちゃったな。でも、ん？さっきのカナメさんのお話ですけど、こんなに真っ暗なパッションに掘り出されたら私はちょっと怖いかもしれません。そうだね、怖いよね。でも大丈夫だよ。君が怖がって泣き出す前に俺が助けるから。君が今日行方の分からなくなった渡るを必死で探してくれたように、君に何かがあれば俺が助けに行くよ。今日はどうもありがとう。君みたいな子が妹で本当に良かったと思う。あ、そうだ、分かった。カナメさんっていつもは軽く笑って冗談ばかり言っているのに、なんだか今日はすごく優しい感じがするんだ。じゃあ俺はもうちょっと夜の海を満喫しよっかな。カナメさん、暗いのにそんなに海の中へ入っていくと危ないですよ。大丈夫。そう言って笑ったカナメさんはなんだか子供みたいで、
また一つ知らない表情をして、私の胸が小さく、特訓と波打つみたいになった。どうしてだろう。なあ、か、カヌメさん、どうしたんですか。パッ、なんだ、なにこれ、海藻、これに引っかかって転んだの俺。カヌメさん、ずぶん塗るじゃないですか。なんだよもう、いけてねえな俺。大丈夫ですか。よかったら私につくまってください。ありがとう。でもさ妹ちゃん、今俺のこと笑ったよね。え、カナメさんに向かって差し出した手を私は思い切り引っ張られた。そして、わっ笑った仕返し。ちょ、ひ、人、私までずっぶん濡れじゃないですか。そうだね。でもさ、今日も一日暑かったから気持ちいいでしょ。な、何を言って、あ、顔を上げるとすぐ目の前にカヌメさんの顔と胸があったから、昼間抱きしまれれたことを不意に思い出してしまって、私の親族がまたうるさくなりだした。顔赤いよ、まだ暑い。あ、暑くないです。その時ふと目の端下に何かが入った。あ、あれ、カヌメさん、それ、右のサッコあたりに何かが。His tattoo。 ん？ああ、これタトゥーだよ。タトゥー、ああ、初めて間近で見ました。あの、これって十字架の絵なんですか。え、ああ、いや、これはね、探検だよ。ああ、そうですよね。お坊さんなのに十字架はないですよね。すみません。Ooh, I feel like there's something with that. And you know how Iori has the cross necklace? I don't know, it seems sus. Also super random, but I have chibis of all of the Brothers Conflict guys, and they're like on little keychains. And the only one where there's two of them together is Kaname and Iori. So I think there might be something with their story. ね、妹ちゃん。今日は君のために一つ話をしてもいい？え、何ですか？剣にまつわる話だよ。昔イギリスで作られた戯曲の中でね、ペンは剣よりも強しって言葉があったんだ。ペン、剣。そう、言論は武力を超えるっていう意味でね。でもね、この世には剣よりもペンよりももっと強いものがあるんだ。なぜだろう、カメさんの顔が血がついてくる。それはね、愛だよ。何か起こってるの。I love the CD and they're all wet, saucy. カナメさんの唇が私の唇に。さっき心の中を空っぽにしたけど、今は君のことで満たしたい。いい。あ、妹ちゃん。Did we push him? 私は無我夢中でカメさんを突き飛ばしていた。遠く後ろの波音に紛れた。カメさんが私を呼ぶ声を聞こえた気がする。だけどとても振り返れない。ただひたすら私はコテージへと走った。 Dang, she ran away.Okay, the last couple scenes were the same. The last day, she hangs out with Julie and forces him to take a bath. And then now we're just all packing up to leave. And this scene is the same as well. If you'd like to see those, see the episode that I've already linked for the earlier scenes with Kaname, Masaomi, and Wataru.
Okay, so then now when she's back, we get a little scene saying that now we can have sleepovers because she wants to spend even more time with people. So yes, I can look forward to that in the next episode. And yeah, that's where we're going to leave this episode. I hope you guys really enjoyed it. Kind of a cliffhanger since they kissed and she ran away. But looking forward to seeing that be resolved in the next cut scene. And I hope you guys are too. And I'll talk to you then. Bye!